はい、こんにちは。アルブルモ公共室の辻です。今日はですね、僕らのワークショップの中でも、人気のあるこのチビスツールというものの、作り方をご説明させていただきます。で、教室では、本当に木と板と棒の状態から皆さんに加工していただくんですけれども、まあ、一般の方が、お手元でご自宅でも作れるようにこういう形でキットで、加工したものを、販売しております。で、今日はその組み立て方というのを、ご説明させていただきます。梱包されている内容になります。まずこの正方形に切られているもの、これが足ですね。これが4本あります。で、次にこちら天板ですね。それと、抜き、足と足を接合するためのこういう抜き幕板という材料が合計8本入ってます。それとは別に、組み立てやすいようにこういう形でジグと呼んでいるんですけれども、補助具が1つ、入ってます。まずですね、足に数字が振ってあります。この1と1が向かい合わせてここにこうセットされます。外側と内側が、決まってます。必ず、このビス穴がこのジグにくっついて外側にビス穴が見えるというようにしていただいて置いていただければいいと思います。はい、ではですね、足のセッティングができましたら今度は幕板をつけていきます。付属のボンドを、まあ、いらなくなった歯ブラシなどにつけてこの小口という断面に塗ってあげます。薄くても構いませんのでまんべんなく塗ってあげてください。で、こちらに関しては向きはありません。はい、ではですね、この間に入れていきましょう。こういうふうに足でしっかり挟み込んであげてください。こういうクランプという道具がある方はこういうふうに挟み込んで締めていただいても構いません。付属している、まあ、こういう輪ゴムで留めてあげてもいいかと思います。こういう形で巻いていただいてつけてあげてください。で、ボンドが固まる時間はだいたい30分から1時間程度です。その間に作業を済ませてしまいたいという形になります。この状態でできるだけ手で調整してあげてください。補足説明になるんですけれども、これ、一応こう対応が決めてあるのはですね、ビスがこれ1点になってます。2点だとちょっと難易度が上がりますので、こちらとこちら側で段差をつけてビスを止めてあげます。そうするとくるくる回るということがなくなりますので、こうだとそこを軸にどうしても足が回転してしまうんですけれども、軸をずらしてやることによってそれが回りにくくしているということで、こういうふうに対応が決まってますよという形になります。はい、それではですね、実際にビスの留め付けに入っていきます。インパクトドライバーもしくはドリルドライバーがあると作業が早くなると思います。で、この材料がすごい硬いので手回しよりもやっぱりこういう電動のものでやっていただいた方がよりやりやすいかと思います。それではですね、こういう下穴ビットが必要になります。ちょっと鳴らた雪が硬いのでこういうビットでこの後下穴を開けてあげましょう。はい、こういう形でこのビットが3ミリの径になります。で、ここに穴をさらに開けてやると、こちらには穴が開いているんですけれども、この幕板、この抜きですね、こちらには穴が開いていません。これは各自ご自身で切りもしくはこういうビットで開けてやるという形にしてください。はい、それではこれで打ち込んでいきましょう。はい、こういうふうにしっかりこの部分がつくようにしてあげてください。はい、それではですね、今度はこういう形で立体にして組んでいきます。なんですけれども、今度は輪ゴムが、ここに使えません。ですので両面テープですね、この部分とこの横側、はい、でこの端を合わせて、でこういうふうに固定してあげてください。この幕板ですね、こちらにボンドをつけて、で置いてあげます。グッと固定してあげてください。この間に入れ込んであげます。ボンドなんですけれども、はみ出たボンドというのはきれいにこういうふうに
ウエスや濡れ雑巾などで拭き取ってきれいに取っておいてあげてください。これが残っていると最後の塗装に影響します。このボンドというのはその膜を張りますので、その膜がある部分には塗装が乗りません。ではですね、ボンドを拭き取ってこういう形できれいに組み上がりました。そしたらですね、最終的にこの天板を乗っけて留め付けてやるというような形になります。板をこういう木目で取り付けるとき、板っていうのはこっちに伸び縮みがすごいあります。で、ビスを折ってしまうぐらいの伸び縮みっていうのが、木にはあります。ですので、ここに取り付けるときには木の伸び縮みをカバーしてあげたいので、下からビスはこういう形で止まるようになります。そうすると木の伸び縮みに対してこのビスがここを動いてくれる。今度こちら側の方はこういう形でカバーしてあります。こういうふうにネジが動いてくれるということですね。ということで、この金折れの鋼板止めですね、僕らは L 字アングルとかも言ったりするんですけれども、まあ、金折れ鋼板止めとか金折れ、天板止めとか言ったりします。こういうふうに2種類売られています。ですので、より、きちんと作ってあげたい、長持ちさせたいということであれば、こういうものが繊維方向でよって、変わりますよということで、一つ理解しておいてもらえればいいかと思います。では、じゃあ実際にこれを留め付けていきましょう。で、その時に、両面テープがあると作業がしやすいです。これでヘタリとまずここに貼り付けて準備しておきます。で、その時に大事なのは、まっすぐピタリとここに留め合わせるんではなくて、若干ですね、若干この面よりも下げたところに留めておくというような形になりますね。なんでかというと、やっぱりこう天板を引きつける力にしたいので、ピタピタだと、まあ、引き寄せるという力が働きません。ですので、こういうふうに若干下げたところで留めておいてやると、ビスが螺旋状になってますので、天板をグイッと引き寄せてくれるというような形になります。電動ドライバーなどで留めていってあげてください。で、この時にできるだけ穴の中心にビスの先端が来るようにしてあげてください。はい、こういう形で留まりました。同じく、もう一点も留めてあげましょう。少し隙間を空けて留めてやります。はい、で、この時にさっきせっかく金物をつける向きというのを決めたので、これを合わせる時に木目の方向というのを、間違えないようにしてください。はい、それでは実際に留め付けていきましょう。で、今度は、まあ、長いビットじゃないと届かないので、電動ドライバーではなくて手回しのビットでいきましょう。一応下穴を開けておいてやると作業がしやすいと思います。上からグッと力を押し付けて、ビスの頭を舐めないように入れ込んでいってあげてください。はい、では同じようになっていきます。この時にこの上から 100% 体重をかけて回してやるというのが、まあ一つのコツになりますね。でないと、ビスのこの溝からこのプラスが外れて、どうしてもビスの頭を舐めてしまうという形になります。はい、それではですね、全体的にサンディングをしていきましょう。木目に沿ってこういう風にかけてやるというのが大事になります。で、段差が多少できたようなところも同じようにこういう形で削って落としてください。角をちょっと取ってやる。粗い番手からどんどん数字の高い番手に変えていくと、よりツルツル、滑らかな、肌触りになります。はい、ではこのように続けてください。はい、それでは、仕上がりまして、ここから塗装に行きたいと思います。一応オプションで、この塗装塗料ですね、オスモという、ドイツの、自然由来のものですね、まあ、基本そのワックスの、意味合いもあります。で、これで、塗装していきましょう。教室でもよく使っているものですね。で、通常まあハケで塗ってあげたらいいんですけれども、まあ、なかなかそのハケが、ご自宅にない方もいらっしゃると思いますので、まあ、今回はこうすり込む形で塗っていきます。
ウエスに適量を取ります。それをできるだけこう伸ばしていくような形で広げてあげてください。で、まあ、今は分かりやすくちょっと天板から、塗っているんですけれども、まあ、天板一番最後に方がいいかと思います。まあ、というのはですね、今、まあ、こう木目が浮き立ちますよということで、まあ、見せやすく天板で塗っているんですけれども、最終的にひっくり返して裏側も塗ってあげます。その時にですね、天板が下にベチャっとついてしまいますので、まあ、散木みたいなものを置いていただいてもいいですし、まあ、初めはやはりこの裏から塗ってやるというのが、まあ、僕らの木工教室でもおすすめしているところです。小口、木の断面にもしっかり吸い込ませてあげます。はい、ではこのまま続けていきます。最終的に乾いたウエスで空拭きしてあげます。こういう形で今染み込ませたものを全部きれいに拭き取ってやるという形になります。そうするともう中にもう浸透してますので、ちょっとですね、その塗り終わってから、10分15分くらい置いてからもう一度きれいにこういうふうに拭き取ってあげるというふうな形にすると、きれいにいくかと思います。で、最終的にこの塗装が、乾くまで一応まあ表記では、半日という形になっているんですけれども、一応僕らの教室では、1日置いて使用してくださいねということでお勧めしています。で、この最終的に拭き取ったものと塗ったウエスというのは水に濡らして捨ててください。一応有機溶剤も多少は含まれていますので、その揮発するときに自然発火の恐れがあります。ですので水にきちんと濡らして水分を含ませてから捨ててやるというのを徹底していただければと思います。はい、ということで今回はマチビス2の作り方ということで塗装までをお送りしました。ぜひ皆さんもトライしてみてください。